ここです。ありがとう。テロップ加工。200、あ、丸2になっちゃった。あ、つまこ。200日。お、起きた。お兄さん起きました。え、降りるんですか。え、降りちゃうんですか。お兄さんもう一回寝ません。じゃあ寝ませんかね。おつ、おつです。こんにちは。こんにちは。おつまこ、おめまこ、ありがとう。はい、200日ギフトありがとうございまこ。アバター作ってます。こんにちは。わ、200おめってギフトたくさんありがとうございまこ、ありがとう。兄ちゃん、あ、何です。はい、そうです。生ウニ。え、うーちゃん、あれ、そうね、お迎え来たもんね。お迎え行かなきゃね、今鍵の音がしたんで。兄ちゃん、ちょっとお出迎えに今行かなくちゃいけないみたいなんで。お出迎えすんの、うーちゃん。あれ、ウニさんお出迎えすると思いきや床で寝転がりました。あれこんにちは、ごちそう、こんにちは。あ、ミラーボールありがとうございます。ミラーボールチャレンジかな。はい、200日おめたくさんありがとう。日記もう一回見る。日記これです。さっきの29時間配信で見せた日記です。こんな感じ。ハートの花火とかね、花火。うみちゃんお出迎え行くかと思ったらお出迎え行かないんですけど、なんで。うん、200日おめありがとう。ええ、うまい、ありがとう。はい、お父さん帰ってきた。ママがまだ帰ってこないかな。こんにちは。ウニ寝らん、ウニ床で寝たんですけど、お部屋のドア開いてるのに。よいしょ。はい、あー、なんかペットボトル倒しちゃった。しっぽしっぽすっごい折れてるけど、いいんですかね、うちゃん。生ウニです。はい、兄さんです。兄さん、兄さん、チュール、兄さん、チュールあるよ。兄さん、ちょっと、はい、ねんねしてください、兄さん。あ、兄さん、ちょっとこっち乗ったら危ないです。これ乗ったら危ない。ああ、はい、はい、終わりました。はい、兄さん。尻尾でも起きね、本当に。兄さん、こんにちは。こんにちは。ウニがいて夢見そう。床がいいみたい。でもこれ N クールなんですよ。 N クールだからウニ乗るかなと思ったんだけど、なんか最初寝てたんですけど、ここで配信始めたら降りちゃった。いや、暑い、この部屋急に。なんで暑い。だからなんか準備をさ、30分でさ、いっぱいこの椅子を動かしたりずらしたり、ウニ連れてきたりしたら、めっちゃ暑い、もう汗、暑い。うん、ウニさんね、超自由ですね。はい、200日、あれ、200日タワー、これもう一個来た。200日タワーありがとうございまこ、ありがとう、ありがとうございまこ。はい、ウニさんですね。ウニさんモフモフだろ。ウニさんモフモフですね。ツールで釣りますかね。ちょっと
兄さん初めて見た、本物のウニ初めて見る人もいるかもしれない。これがね、IKEA の新しい椅子です。リモート配信が服着がいい。そう、リモート配信の時はちょっと可愛い服着てたんですけど、今おつまこ T シャツを着てます。まあんま見えないね。200日過ぎすぎるよね。ちょっと暑いんでちょっと冷房下げますね。超暑いんだけど。え、ピーってならない。いや、床じゃなくて、床じゃなくてね、椅子で寝ましょう。お兄さん、お兄さん、はい、お兄さん、はい、お兄さん、はい、どうぞお兄さん、高い椅子で座って寝てください、ぜひ。はい、高い椅子で寝ると気分がいいと思うんですよ、お兄さん。はい、いい感じじゃない？スクショね、スクショタイムですね。今ドアの音がしたから外国帰ってきたかと思ったけど、あ、鍵の音するね。出てたのかな。ハートありがとうございます。キュンです。スクショお願いします。ブヒブヒコです、はい、うん、コバンありがとうございまこ、ハートありがとうございまこ、こんにちはまこ、ウニ丸くてくださいウニです。ウニちゃんまこちゃんみたい。あ、ウニちゃんウニちゃんウニちゃん、じゃあチュールあげましょう。ウニちゃん実はね、隠して持ってたんですよ、チュールを。ウニパイセン、はい、ちょっともうちょっと後ろ下がってもらって、はい、もうちょっとそこにいてもらってください。あのチュールをね、あげたいと思うんですよ、兄さん。はい、兄さんチュールあげますからね。はい、あの大人ですね。熱っ、近いな、すごいね。ぜひちょっと前に、はい、いい感じ。あ、いい感じですね。朝目の下拭いたんだけどね、まだちょっと目の下綺麗じゃないですね。すぐ目の下汚くなっちゃう。美味しいですか、チュールーちゃん。え、かわいいね、うーちゃん、かわいいね。え、かわいいはあ、かわいい、はあ、可愛くてため息出ちゃう、本当に。毎日かわいいね、はあ、うん、なんか垂れた。いい感じに映ってますか。めっちゃまた垂れた。手にめっちゃ垂れてるんで、はい、わー、いいね、いいね。いいんじゃないですか、うーちゃん。顔がすごい、ウニでかいね。ちょっと遠近法で小顔効果、あ、めっちゃ小顔になれる。私小顔感があります。でも遠近法で小顔効果おいしいね、うーちゃん。チュールうまいですか。チュールうまいね。
くてごめんなさい。後からコメント読んでいくんで。はい。ルイちゃんまたでかくなったかな。お兄ちゃんどうでしょうか。ウニうまい、もう一本もう一本はねダメですよ。うちゃんそう食い逃げ、うーちゃん食い逃げですか。さすがにそれはね、うーちゃんそう余裕さんですよ。うーちゃんそれはね良くないと思います。うーちゃんうーちゃんもうちょっとここにいた方がいいと思います。ああ海さんちょっともうちょっと寝てもらっていいですか。もう終わり？うちゃん、あ、そっち行っちゃった。コップが倒れちゃう。危ない危ない。うちゃん危ないです。うちゃん、はい、うさん美味しかったですか、チュールは。はい、もうね椅子の効果によってウニがすごい王様みたい。あ、王女、女王様。あー、コップが危ない。コップこぼれちゃうから。あー椅子には乗るな、うーちゃん。ウニさん行ってしまいましたのでコメント読んでいきたいと思います。はい、食べたら用はないぜ。ウニの仕事が終わりました。もう用済みでした、ウニさん。はい、小判ありがとうございます。はい、今コメント率そう、お兄ちゃん迫りくる顔面ですね。ハートたくさんありがとうございます。キュンです。タコありがとうございます。なんか懐かしい人が来てる。ありがとう、嬉しい。タコありがとうございます。200日おめのギフトありがとうございます。小判ありがとうございます。200日おめありがとう。たくさんハートありがとうございます。キュンです。あ、ね、200タワーまたくれた。そしたら200タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ハートありがとうございます。ぐっちゃん200タワーありがとうございます。ありがとうございます。はい、ウニ出演料です。ウニね、チュール1本につきなんか5分ぐらいって感じです、出演料が。はい、すごいコメントたくさんありがとう。あ、2000人来てる。もう早いね。早っ。でも15分経ってなくない。経った。15分経ってたらどうしよう。200日のやつが終わってたら、うん、にも捕まえろにゃ。うちゃんねすごい毛づくろいをね、床で毛づくろいしてます、ウニさん。はい、もうちょっとウニさんいてほしいんですけど、さっきまでねこのねカーペットすごいベロベロ舐めてて幸せそうにしてたんですよね。あと1分後ぐらいでテロップコスパあれですよ、コスパはちょっと悪いんですよ。よいしょ。ウーさん、床で寝るならぜひちょっと高いところで寝て、あの貴族の気分を味わってください、お兄さん。はい、お兄さん貴族なんで床で寝たら良くないと思います。よいしょ。まだあと1分。でも早いな休憩してからすぐ降りるのね。はい、うさん、はい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 、はい、うさんそれでも嫌なんでしょうか。はい、うさん、あー、ふみふみするやつ持ってくればよかった。あー、ママが今ちょっといないからさ、助けがいないの、困っちゃう、どうしよう。最近いつもノコの腕をふみふみしてくれるんですよ、タオルを巻いて床がやっぱ好きみたい。うん、ライバー床で寝たい。やっぱ床で寝たいんですね。まだあと1分。ウニおつまぐそう、ウニさん座布団買いにゃーって。じゃあこう布団があるのが嫌なのかな。布団なしにしてみる。そしたらでも見えなくなっちゃう。あ、じゃあこっちのピンク、はい、ウニさん黒い服とか踏みたがるから黒いもの置いたら乗ってくれるかなみたいな。うん、まあいっか。
あ、15分経過しました。200日おめありがとう。スクショしますね、ごめんなさい。急に消えた、あ、来た。200日ありがとうございます。ありがとう、すごい200 ありがとうございます。200日おめまこありまこ200日やったね。ういちゃん、ういちゃんそんなさ床でいいの、そんな。ありがとう。さっきまでの服置いて、あの服はちょっと猫毛つけたらちょっと困るから。ありがとう、パチパチギフトありがとうございまこ。200日おめギフトありがとうございまこ。ありがとう。初見さんこんにちは、こんにちは。ぜひぜひルームフォローしてってください、お願いします。おめでとうございまこ。すごい200すごいですね。今日はまこちゃんデーです。そうです、今日はおつまこデーです。ありがとう。200日おめでとう、ありがとうございまこ。ありがとう、嬉しい。本当にみんな見に来てくれてありがとう。毎日200日すごい、まこ200日すごいね。ハートたくさんありがとうございまこ。キュンです、ポケットからキュンです。すごすぎて、すごい、ありがとう、嬉しい。もこもこタオルなんかあるかな、ちょっと、ま、どうしよう。ちゃんと壇上部ウニヤバに統一されても、すごいすごい、壇上全部ウニヤバ、ありがとう、嬉しい。キュンマコ来て、ありがとう、ありがとう、ハートたくさんありがとうございます。いろんなことあって200、ほんとね、いろんなことがありましたよね。ありがとう、ハートたくさんありがとうございます。ありがとう。まこちゃんは椅子座っちゃう。この椅子めっちゃいいんですよ。めっちゃいい感じの椅子。もうね、ぐーって寝れる。めっちゃ壁遠かった。びっくり。こんにちは、まこちゃん。こんにちは。よかった。なんか無事200日を迎えられて本当よかった。よかった。200日でよかったです、本当に。しぎちゃん用の椅子、え、ごママの椅子、ママが買った椅子です。はい、そう、迷子になっている配信、そう、前なんか夜配信する予定だったのになんか迷子になっちゃって、お家に帰るの時間かかっちゃって、すごいギリギリになったこともあったし、あとなんだ、まあ、風邪ひいたとか、あれ風邪ひいた、あれかわかんない、あのなんだ、脱水症状になってやばくなった時とか、あのそういう日もあったり、いろいろね、危ない日もあったんですけど、そう、エコパの朝のね寝起き配信、本当にね起きたら配信する時間で、やばいやばいやばいってなって、もう超大急ぎで、なんか集合時間とかもあるから、もうそれ過ぎたら一番やばいから、めっちゃもう急いであの配信してきました。ママウニが困りました、もこもこください。ウニちゃんがね床にね座ることになっちゃった。だからチュール、うん、チュールもあげた、もあげた、床もこ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 してたら、これ来てくるかな。ああ、ハートありがとうございます。なんだっけ、あ、もこ200日です。2000日じゃないや。猫さん抱えて、そう、猫さんね、あの今床にいます。この台座にウニさんが座る予定ですが、一番の思い出は、そう、そう、まあ、そも思い出っちゃ思い出。あ、来た、うちゃ来た、ほら、うちゃ、うちゃ、ほら、仕事、仕事、うちゃ、うちゃ、うちゃ、ほら、うちゃ、ほら、ほら、ほら、うちゃ、うちゃの大好きなもこもこだよ。はい、うーちゃんの好きなもこだよ、もこもこだよ、はい、うーちゃん、はい、興味なし、今日ちょっと、あ、どうしよう、あ、どうしよう、あ、でもどうしよう、あ、どうしよう、あ、ちょっと、やっぱ、ゆ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 、うーちゃん、うーちゃん、うーちゃん、はい、うーちゃん、ふ、踏みたいやな、あ、やっぱ今日嫌なの、今日嫌なの、なんで、今日嫌なの、置き方、ちょっと、え、どうしちゃったの、うーちゃん、あ、
かつお節欲しいんかのママに迎え出迎えたと思ってる。お出迎えの感じ。お出迎えしたと思っているには、あ、やっぱそうだよ。うんちゃんお出迎えしてくれたらかつお節をあげるようになってるんですけど、結構そうお出迎えをうにちゃんがしてくれたらかつお節をあげるって感じなんですけど、あ、こっちでくれるの。そう、うにちゃん、あ、気をつけてください。はい、うにちゃん、はい、あ、はい、かつお節ですね、はい。こっちゃん、こっちこっちうにちゃん、うにちゃん、こやぞ。はい、太っちゃうね、今日はチートデーだね、うーちゃん。はい、お出迎えしたらね、かつお節だもんね。ママ帰ってきたもんね、ゆーちゃんね。はい、あ、ゴロゴロ言ってます。はい。はい、はい、ゆーちゃん、はい、はい、あ、このタオルの上に置きたくないな。はい、ゆーちゃん、はい、はい、うにちゃん、はい、かつお節はここです。はい、ここに置きましたので。はい、ハートありがとう。あ、ちょ、まま、あれあれ、うちゃ置いちゃ、置いダメだよね、置いちゃダメなの、うん、すごいね、うちゃんゴロゴロ言ってます。今日ちょっともう昼間いつも起きてるからさ、寝ないんだよね今日。はい、ちょっと食べ過ぎじゃないかな、うーちゃん。ちょっと食べ過ぎだと思うな、うーちゃん。うーちゃん食べ過ぎじゃないですかね。ちょっと食べ過ぎだと思います、うにさん。塩分、塩分減塩だよ、それ減塩だけどね。うん、あ、コップが、あ、コップが危ない、コップが危ない、うにさん、コップが危ない。うにさん、うにさん、お礼にほら、あ、うにさん、うにさん、コップ倒したらちょっと危ないので気をつけてください。はい、ウニさん、あ、やっぱダメみたいです。あ、ウニさんダメです。いるのよ、ここの机に。あ、毛布がぶつ、あ、あ、ウニが、ちょ、ウニがね、スマホスリスリしちゃったんですけど、今近くにいます。はい、います、ウニさんが。映してない、そこ乗るの？はい、降りた、降りました。え、喉乾いてるのかな。え、でもね、ドア開けてもね、出てこなかったの、お部屋。なんで？どうしたの？あ、床ね、床がいい。床が好きなんですか、ウニさん。あ、床なのね。ウニの鼻息が、あ、耳が、あ、だってゴロ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 聞こえる？くっちゃ逃げ。腹二分目。減塩でも塩分、そう、減塩でも上げすぎたらよくないんで。ハートありがとうございます。かつお節の出演時間短い。え、チュールだと出演時間が分ぐらいに伸びるんですけど、かつお節だと出演時間50秒ぐらい。小判ありがとうございます。ハートありがとうございます。馬ありがとうございます。ありがとう。床なのね、草。床なのね、うにちゃんはね。うん。兄さん何歳になりました？わかんない。そう、3歳。兄さん誕生日12月なんで、まだギリ3歳。今年4歳。ゴロゴロ聞く、めっちゃゴロゴロ言ってる。それはウニちゃん、それは私のせいやった、バカな。こっちまで来た、ピエン。それでさ、コップをね、ウニさんが落としたのではなく、おつまこさんがコップを落としました。出演料の上がったり、そう、床に、そう、床にね、そう、床がつれ、そう、体重戻っちゃった。なんか体重、ウニちゃんずっと 3.5 キロで、うつむこがやりました。うつむこがね、コップ落としました、ピエン。え、すごい、こんなんじゃ足りないんだって。まだ全然そんな飲んでなかったのにさ、コップこぼしちゃった。いつもと違う部屋でやるとダメですね。カメラ床に映、それはちょっとできんかな。中身めっちゃ入ってたの、だから悲しいんだけど。うん。怒られまこ、そう、怒られまこです。
いやー、飛び散りがさ、飛び散ってるのがさ、どこに飛び散ったか分かんないのがさ、泣いた。よいしょ。ここ下も。はい。やだ。アリが来そう。やだ、もうママの部屋なのに。はい。お手伝い行きます。マジでこんなお手伝いしてほしい。ベッドでもう一回そこ拭いて、うん、まさ苦しそう、苦しそうやね。てんやわんやの大配信です。そう、てんやわんやの配信です。いつもと違う感じで配信すると事故るので仕方なし。熱い。これついてるの？うん、つけたね。さっきさらに1度下げたのにめっちゃ熱い。お昼食べました。食べました。事故りました。ごめんなさい。雑巾の音だよ。雑巾の音する？雑巾でめっちゃ拭きました。ゴラレマコです。落ち着きました。ハートたくさんありがとうございます。やっと落ち着きました。熱っ。いや、リビングで配信すればよかったなと思う。ふう、リビングで配信しようか迷ったんですけど、リビングうるさいからママの部屋でやろうかなと思ったんだけど、あのママの部屋あんまりウニいないのよ。そう、あんまこの椅子座らないのよ。だからあの慣れてないとダメでしたね。タコありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あ、ペットボトルの水もありますので。タコたくさんありがとうございます。ウニちゃんないって、そう、ウニちゃんのね、違うんですよ。エキゾチックショートヘア、かわいい。違います。ウニはスコティッシュです。イニ様優先の場所より。そうなんですよね。今日二部制配信ですか。え、そうかもしれない。夜は多分9時からならリビングで配信できそうなので、リビングとかで配信しようかなと思います。出演拒否された。そう、出演拒否されました。そう、ウニの本物がね、来てますので。ハートありがとうございます。ありがとう。夜もやるの、夜できたらって感じです。バラありがとうございます。スコティッシュで画像検索しても全然ウニと違う。それな。そうなんだよね。なんかもしかしたらウニはなんかマンチカンとエキゾチックショートヘアとスコティッシュが混ざってんのかなとか思っちゃう。耳が折れてるし、足の短さはマンチカンみたいに短いし、顔はエキゾチックショートヘアみたいだし、みたいな。なんか変なんですよね、ウニ。そう、猫のおもちゃやつです。ウニさん最近はネズミのおもちゃにまたハマってます。棒のシャカシャカのやつもハマってる。ちょっと飲み物、よいしょ、飲んでた。ハートたくさんありがとうございます。500個ありがとうございます。あ、涼しい。うん、床きれいに拭けました。浅草で新種の猫が発見されます。新種の小さい頃スコティッシュ、小さい頃は足の短いスコティッシュでした。そう、うん。ペットショップよくわかんないけどスコティッシュにしとくから。でもウニ幼い頃はちゃんとスコティッシュって感じでした。タヌキも入って、そう、タヌキも入ってる。スイカ食べる？あ、食べたい。ママがスイカくれました。めっちゃ種ね、抜いたの。うん、おいしい。
ジュース。目がかゆ。タソがウニより犬のがいいって言ってた。犬はねダメだよ、散歩しないから。サヤが飼って、結局サヤは散歩しないで、なんだかんだシゲちゃんが毎日散歩するそう。目がかゆ。そう、小さい頃のウニの写真何回見ても衝撃、そう衝撃的でしょ。あ、電球ソーダかな、ギフトありがとうございます。ありがとう。なんかスイカのような、なんかね、私スイカ最近めっちゃ好きで、買うんですけど、買ってきて切って、でもう種を全部抜いてタッパーに入れて保存してるから、何これみたいな、タッパーの中身生肉みたい、なんか真っ赤。種ゼロなの、種ゼロスイカを食べてます私は。貴族なので種ゼロって感じ、種なしスイカ。全部割り箸の反対側で自分で全部種抜いて食べてるから、なんかジュース、スイカジュース作る人ぐらいしかこんな種抜き作業しないよみたいな。そう、全部種を取って入れてる。スイカバーも種なしだ。スイカバーはチョコの種が好きだから、なんならスイカバーの中のチョコを食べるために食べてるスイカバー。そう、なぜ割り箸の反対で、やりやすいから、なんか斜めになってる。口入れた後種出てくる、腹立つ、腹立つ、あ、種だ、うううってなる。そう、種取り箱、種ないと自由研究でスイカの栽培できない。私はスイカの栽培はねしてません。あ、最近ねハマってるものは、最近ねベーグルにハマってて、作るんです、自分で。お店で買うより作るのがなんか美味しいので作ってます。なんかひたすら生地をベシッベシッってやるんです。ここのさ、海満喫中、海行ってるの、ここちゃんいいな。昨日スイカ食べた、私も毎日スイカ食べてます。そう、ベーグラーも、そうベーグルマコです、マジで。米粉買った。ありがとう。ここまで染みちゃってる。ベーグル、そのくさ、ウニ満喫中。海満喫中とさ、ウニ満喫中って似てんね。実質海、え、ウニって海、海、ウニ満喫中。そう、ベーグルシャレオツ、そうシャレオツでしょ。茹でるんですよ、茹でてから焼くみたいな。桃よき、桃、桃美味しそう。海はなんで大きいのって言ってた。確かに、なんで。海は広いな、大きいな。ママおこ、そう、新しい携帯、お母様の声もクリア、え、クリアに聞こえる、そんなに聞こえるの。そこはライムギパニア、私なんだっけあれ。え、そうそうだ、さやかちゃんの描いた絵がラスクだったんですけど、なんか私はラから始まって見た目がパンだから、え、ライ麦パンかなと思って、ライ麦パンって答えたら、しりとりのうんで終わっちゃったみたいな。そう、しかもラスクだったしみたいな、ライ麦パンにしか見えなかった。あ、じゃあライ麦かみたいな、ライ麦かって言ったけどラスクだったっていうね。懐かしかった、ライ麦パン。今日の配信見てて思い出した、確かにちょっとあのメンバーでココちゃんがいたぐらいの感じかな。そう、え、ココちゃんいなかったの。そうなの、ライ麦パン。ネジみたいな椎茸、暑い、すごい暑い、汗だく、暑い、
見れば外暑かったらしいから外出ません。ウニはでかいな食い逃げだウケる。確かに似てますね。ライ麦パン作ったこと、ライ麦パンは作ったことないです。そう、しりとりのルールを学んだ。そうマジでしりとりのルール忘れてた。うで終わっちゃダメっていうねことを忘れてました。あ、ウニさんが来ました。ウニさんが来ました。あ、うーちゃん、ちょ待って、うーちゃん、抱っこの体勢をちょっとやり直させて。はい、よいしょ。あ、すごい逃げる今日。いつも抱っこもうちょっとできるのに。よいしょ、じゃベッド乗って。さあ、ベッド乗りました。すっごいなんか重たかった今。すごい嫌がるわ。よいしょよいしょよいしょ、うーちゃん、はいうーちゃんが来ましたけど降りてった。ダメだもうダメなんですよ、ね、もうダメなんですよ、ね、今ショールームだけやってられませんね。でもあっちのリビングでやんないとダメだね。あ、いや、それくれると思っただけはい、暑い。ウニベタベタしないでくれに、ベタベタしないで。ウニ体温だからさ、ウニ暑い、そう暑い。ハートありがとうございます。ウニちゃんご機嫌悪いです。ザゴパン作り配信も久々見たくなって。ザゴさんのパン作りは見ない方がいいと思います。もうね、めっちゃこねてるからでやってます。パンこちらも暑い。外は39度、やばい、暑い。床がいいみたいに暑いからね。ブヒ、お兄さん床がいいらしいです。今日は壇上ウニヤバにしたかったな。本当だね、さっきまで壇上全員ウニヤバだったんですけど。うん、ウニ暑いですね、ほんと。ウニちゃん暑い。夜だったらいけるかもしれないけど、でも最近ウニちゃんね、遊んでるがすごいので落ち着きがないんですね。朝ね、遊んでって、ウニが泣いてきたんですよ。ウニは水遊びしない。ウニ水嫌いなんでしません。こねすぎて、めっちゃね、パン生地こねてますから。冷えピタウニちゃん、ウニはウニ祭りってギフトありがとうございます。ハートたくさんありがとう。あ、ちょ、ウニお風呂入れるとき大変なパターン。前ね、ウニお風呂、お風呂ってか、うん、足をね洗ったことがあったんですけど、すごいいいやーっていいやーって泣くんですよ、ウニ。ウニ爪切りもするときもいいやーって泣く。本当いやーだーって泣きます、ウニは。ビニールプール、指ハートキュンです。に、猫は基本水嫌がる。そう、に喋るんか、え、なんか嫌とははっきり言う。すごい、あの、いやーって泣くそう、遊んでる時はなんかもうちょっとなんか可愛い感じで泣きます。ウニいやーって。そう、タソさんがウニ配信するとよく泣いて。え、泣いてんの。え、タソさんね、ほんと怖いからね、タソさんに怯えて泣いてるんですよ。
ウニって普段鳴かない。うん、全然普段鳴かない。え、でも今日朝めっちゃ泣いてきた。なんか遊ぼって泣くんです、最近。なんか暇そうにしてると、なんか足、こう椅子座ってると足に手がふってくる。かわいい。朝のあの声って恐怖の声だ。え、抱っこ嫌がるときはいやーって泣く。タッサンのやつ、タッサン怖くて泣くから。ウニさん急に喋りだした。急に喋んないよね、ウニさんはね。ウニさん目の前の床で寝てます。タッサンジャイアンス、ジャイアンだから。ウニはジャイアン。あ、ウニじゃないわ、サーヤ、サーヤマジャイアン。でもウニちょっと今顔怖いよ。うっちゃん、うっちゃん、かわいいね。ふんって顔してる。配信始める5分前ぐらいにウニちゃんを椅子に打ったんですけど、配信始まるまではね結構寝てたんですよ、ここで。なのにね、始まった途端やめました。こいつ喋るな、うるさいなってことなのかな。ニエモン、ウニずっとも、そう、ずっともだから。ウニはタソジャイアン。猫は基本気分屋、そう、気分屋なんですよね。暑すぎたのでは、暑すぎた。ウニは自分を安売りしないね。そうなのか。すぐ床にいさせて。私の幸せは床という時間。ハートありがとうございます。よいしょ。もこちゃん、ドラミちゃん、もこちゃん、のび太です。とね、ウニのイラストのデジタル化させてるんですけど、ね、あ、さっきこれ、お休みを書きました。あの文字がね難しいから、まだ文字はねできてないんだけどね。これピエンとか、あとそれなとか、何してんのとか。デジタル化頑張ってして、あ、ちょっとまだガーンの線がうまく入れられてないんですけど、とりあえずまだ5個だけしかできてないんだけど、そう、いろいろデジタル化をさせてますよ。はい、そんな感じ。これがつい5分前ぐらいに、5分前じゃないわ、1時間半2時間前ぐらいに書きました。これはイラスト美化しすぎてない？え、してない。なんか自分で手書きで描いたやつをあのなぞってあの塗りつぶししただけなんで、そう、デジタルにさせました。ピエンがね結構うまくできたかな。お、デジタルウニ効果。デジタルウニ、そう、配信なら別に画質が悪く見えるから別に見せていいかなって感じです。こんな感じ。ピエンがめっちゃ可愛くできた。それなもいい感じ。あ、それなとか、こうまだ文字ができてないんですけど、そんな感じでデジタルスタンプ頑張ってます。ガーン怖い。そう、イラストレーターさん、そう、時代はアナログからデジタル、時代はねデジタルにしてるんですよ。次は4コマ漫画、4コマ漫画はちょっとうまく描けるかわからない。4コマ漫画はちょっと難しいと思う。かわいいでしょ。イラストレーターですね。うまギフトありがとうございます。ホームのトップにいるもこ、お、嬉しい、ありがとうございます。皆さんルームフォローお願いします。ちょっとドタバタ配信ドタバタした配信でごめんなさい。うん、
まずは大橋家で流通しそう。大橋家で流通まださせてないんですけど、イラスト屋並みにバリエーション揃える。確かにイラスト屋並みにあのバリエーション揃えるか。いや、あ、イラスト用はなかなかすごくない？あ、でもさ、文字ないよね。なんかコンビニ強盗のイラストとか何でもあるじゃん。なんでこれを例に出したんだろう。なんかなん、スマホをいじっている人のイラストとか、ニートのイラストとか、若者のイラストみたいなとか、なんとかの縮図のイラストだとか、そういうね、何でもあります。あ、なんかすごいドタバタですね。ちゃんとベクター線で書いてていい。ベクター線なんだろう。そう、ちゃんとペンで書いたみたいな線が良くて、それにしました。だるま、ありがとうございます。ありがとう。黒魔術って言ってください。あ、これ黒魔術じゃないわ、魔術師だ。魔術師って言ってください。魔術師言ってる？これ。あ、これ何？熊タワー。ぐっちゃん、くまたわ、ありがとうございまこ。くま、ありがとうございまこ、ありがとう。かわいいくまのたわ、ありがとう。かわいいね。これ何、浴衣着てんのかな。かわいい。グッズ化しないの？え、したいけど、そういう許可は多分なさそうだからできないと思います。よしって言ってヘルメットかぶせて指さしてるやつが欲しい。あ、それいいね。それまあちょっと著作権とかよくわかんないけどさ、そう、それあんまあれだけど、よし猫これちょっと再現したいね。こうよしって猫、現場猫、現場猫をちょっと再現したい。いいね、これか。ちょっとこれ再現したい。ありがくま、ありがたま。腹減ったデジタルじゃ、腹減ったも早くデジタル化させたいと思います。頑張ります。現場猫してた、知ってる。ちょっと著作権ギリギリ。あ、そう、これはね多分販売とかはできないと思うよ、現場猫の真似は。うん、絵をね、あ、そう、これがあるんでこれに書きたいと思います。これのもうスケッチブック欲しい。このこれもう一冊欲しい。ショールームのこれ売ってないのかな。非売品だよねこれ、さすがに。とか使い切っちゃったらめっちゃもったいないじゃん。だけどさ、使いまくっちゃうんだよね、使い勝手良くて今日とかさ、それに使っちゃったしさ、まあいいや、使います。現場猫を海で再現したいと思います。よしよしよし。さすがに非売品、そう、さすがに非売品。え、日記も後でスクショして、ぜひぜひぜひ。お子ちゃんこんにちは、ありがとう。現場猫とコラボ、現場猫と勝手にコラボ。まあ販売はできんものでは、普通に非売品です。切り離して新しい画用紙挟んだらいいのかなウニのよしちゃんと確認してなさそうね。よしちゃんと確認してなさそう。じゃあやってみます。できるかな、現場ウニ。あ、ちょっと位置ミスったかな。まあいけるか。ウニのヨシはマジで怪しい。どうしようかな。
よし。ちょっと似てるかも。ケンバウリ。うちは自分インタクティって言うんだよね。いいね。うちゃんこの部屋の床にねずっといる。なんか死にこっち見ちゃうか。海閉じ込められて。閉じ込めてないよ。だってドア開けてもね出ていかないの。やばい、この完成度すごいかもしれない。この現場ウニ、現場ウニって、現場猫っていうイラストがあるんですけど、それに似たウニです。黄色ヘルメとかも、そう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 、かわいい、似合うね。よしよしウニ、なんかこうこういうやつとか持ってるの。よしってやつ。ちょっとウニの体型が全然違うんだけど、ウニとは。ウニより全然足が長いね、この猫。ウニさんですね。その子が現場猫に似てた、似てたかも。はい、完成いたしました。現場ウニです。じゃん、現場ウニです。よしウニちゃん現場でバイト、現場でバイトウニです。はい、現場ウニです。ちょっと本気よりちょっと足も短めです。腕はちょっと長いけど。ハート100ありがとうございます。海かわいい、ありがとうございます。まんまですね。はい、色塗りします。現場ウニちゃんでした。いいね。こう結構前からなんかウニ現場猫に似てないみたいな感じで言われてたんで、まあ確かにと思った。アウトです、これは。耳以外ほぼ一緒。そう、ウニ結構現場猫に顔似てるから。200金日記念に現場猫描いてる。チュール食べてる時の目が似て、確かに似てる、現場猫に似てる。現場ウニだ。兄ちゃんが、兄ちゃんずっとね目の前、おい目の前の床ですごい見てる、すごい見てたわ。お兄さん、いいね、ありがとうございまこ。うま、ありがとうございまこ。まこちゃん200日おめまこ、お仕事にも、ね、あ、お仕事頑張ってください、ありがとうございまこ。チャラいですか、ウニさん。ウニちゃんです。全然よしな感じしないね。ウニがよしって言ってもなんかさ、絶対安全じゃなさそう。なんか適当に言ってそうだよね。本当によしって言ってそう。現場猫ってこれ何なんだろうね。なんでこんな人気なの、現場猫は。これってまた夜も配信したら15分のテロップ出るのか。あ、出ます出ます、多分。うん、2回配信したら2回目も15分って出ると思います。
そう夜できたらって感じです。完成。はい、現場猫です、現場ウニです。はい、初めて見たの分からない。ぜひ現場猫をね検索してみてください。工事現場をコミカルに描いてる猫が、そうなんだ、現場猫。とりあえずよし、めっちゃ現場猫と似てんな。なんか現場でも耳がヘルメット、耳ヘルメットの上なんだけど、これは立ち耳だからさ、ウニは俺耳なんで耳はね下にしてます。指差し確認ですよ。目が軽い、指差し確認。よし、みーちゃん見て、ほらどう、ウニ。おお、これウニですかね。見てます、ウニさんが絵をちゃんと。39度あるけど、よし。なぜに現場猫リクエストがあったので書きました。そうやってみたいなと思ってたんだよね。こんな感じでした。ただの猫の種類変わったで、そう。安全第一のウニ。よし。いやウニ何とでもコラボできそう。ウニ何とでもねコラボできるんですよ。安全第二のウニさん。安全第二なの、安全第一じゃないんですかね。いつかハローウニとウニエモン。ね、いつかそうウニはウニリオさんとコラボしたいですよね。ウニ大人気キャラクターになってほしい、ぜひ。チュール買ってきたな、よし。今日も現場ウニによっておつまこさんの配信の安全が保たれています。そう、おつまこさんの安全が保たれました。かわいい。ウニとジェリー、ウニモンロール、ハローウニウニ、ハローウニこんにちは。ウニウニウニッピーいたような、ウニウニウニッピー、ウニッキーとか。ウニッキーはむずいでしょう。うちゃん、クロスしてます。また初見さん、まこちゃんこんにちは、こんにちは、ぜひぜひルームフォローお願いします。うん、ミッキーウニ、そうウニさん、ウニウニス、ウニキーマウス、大橋組のキャラクターとして現場に貼る、現場にぜひ貼ってください。ニッキーは逮捕。よしの時はさ裸です、
ね、プールは洋服着てる。確かにプールはさ水着着てんのに、プールは水着着てんのにさ、いつもは服着てないのね、おいちゃん。ああ。え、プリントアウトして現場に貼ってよろしい。ダメだろ、安心が、安全は確保されていない。浅草にユニバーサルスタジオジャパンが緊急開演、ぜひしてほしい。東京ウニツリーか、スカイツリーね。なんかトミーは何十パーオフ、半額だ。半額超行きたいけどね、混んでそう。ウニウニの消防隊。うん、半額いいよね、いいよね、レインボーウニ。スカイツリーの絵相変わらずうまかった、ありがとう。そう、今日も絵日記、絵日記をね書いたんだよね。もう配信29時間配信始める前に朝書きました。朝起きてご飯食べてメイクする前ぐらいに書いた。ウニ見てんだ下に。バレた。そう、地味に実はここにウニがいました。ウニが花火を見てます。絵日記がウニ記に聞こえた。絵日記です。ウニ記左下にウニがいた。さあ、これ多分配信だと気づかなかったかもしれないけど、実は隠れミッキー的な感じで隠れウニでですね、隠れウニがいました。実物相当でかい。いや、遠近法的にね、遠くに、スカイツリーはすごく遠くにいるんですよ。ウニだけ白黒、そう、白黒。気づかないか、やっぱ気づかないんだ。上野動物園とかも安いのか、え、どうなんだろう。私もう高校生だからお金かかっちゃうのかな、うん、あ、かかるんだ。中学生までだったかな、うん、中学生までは上野動物園タダでしたね。私タダのうちにいっぱい行っとけばよかったなって。言うてね、いくらなんだろう、何百円とかかな、安っ。押し上のサウナ行ったらスカイツリーで行くか。あ、そうなんだ。押し上げでしょ。押し上げだ。通天閣やないの。通天閣じゃないですよ、スカイツリーですよ。青いじゃん、スカイツリーだよ。5分割画面と豆粒、あ、確かにこんな画面だもんね。うん、上野動物園行って「おつまこですけど」って言うと多分ただ、あ、そうかな、ただかな。水、水分補給です。なんや、スカイツリーすぐ分かっちゃうね、優しい、すごい。ウニは色塗らなかった、塗らなかった、落書きって感じだから。つまこまだ中学生です、学生証見せてくださいって言われて終わっちゃう。かわいい、あ、かわいい、ウニさんがお腹
ちゃんお腹出して寝てます。とても見せたいんだけどちょっと汚いから見せられないな、部屋が。お部屋が見せたい。かわいい、かわいい。写真撮ってあげるね。かわいい、ウニちゃん。今 iPad で写真を撮りました。ママが撮った。ウニです。いや、かわいい。見て。かわいい。うわ、かわいい。ママが撮りました、これは。すごいね。かわいいね。かわいい。じゃ、最近いつもお腹出して寝てるんですよね。気がつくとお腹出して寝てる。刺身だな、ひどい。ウニの刺身、野生忘れたんじゃん。そう、腹見たくない。え、見たくないのか、ウニさんの腹。かわいい、溶けてる。目線バッチリ。そう、ウニちゃんね、お腹出してね、めっちゃ見つめてくんですよ。あの、かわいこぶって。かわいい、肉球見えてる。かわいい、かわいいね。兄ちゃんお風呂に入れるの？入れない。お誕生ようやくオールウニアワイ戻った。やった、嬉しい、ありがとうございます。うん、ウニ様、ぶりっ子さん。ウニやっぱりすごいね。下の方もすごい、全部全部ではないけど、まあ全部ぐらい。下の方もたくさんウニやばがいて、ちょっと一旦スクショしちゃおう、ここ。すごい、やっぱり今のニヤバの方が可愛い。そう、今のニヤバの方がそりゃ可愛いんですよ。昔のニヤバはちょっとね、あの、手書きって感じだから、なんていうの、アナログだからね、色鉛筆だから。すごい、鼻聞こえるんだけど。寝息、寝てる、めっちゃ寝てる。目がやばいね、あれ。なんか寝息がね、プーって聞こえるんですけど、ガチ寝してる。今私が撮ったウニです。目が寝てる、マジ寝してます。飛行機室をたん食べたから寝る。そうね、食ったら寝る。かわいい、かわいいよ。アバターはね、アバターはかわいい。そう、アバターと見比べてしても分かる。ロコちゃんがプーって言ったら、うちの犬が反応して、なんでだ、プーに反応するのか。寝かして熟成するに。兄さんすやすやで笑った。すやすやだよ。ブーって言ってる。食べたら寝る憧れの生活、わかる。なんか食べてすぐ寝るのってさ、よくないって言うじゃん。もうそうしたよね、毎日。ウニみたいに食べたら寝る、寝たら食べる。なんか調べてる気がする。どう見ても落ちない。そう、という感じなんですけども、200日目なんですけど今日。
すごいよ、200、すごい。200日目だけど、特にケーキとかは別に買ってなくて、家にいっぱいアイスがあるから幸せでいいかなって感じです。うん、喉乾いた。え、何こっち見てんのこれ。え、でも白目なんだけど。うん、何白目なんだけど。寝てんの？起きてんの？何が寝てんのか起きてんのか分かんない。アイスパーティー、そう、アイスパーティー、尊いありがとうございます。そう、200はね、すごい、ほんと。いびき聞こえてる？まだ夜もやるならケーキ買う時間、まあいいかな、いいかな、白目かな、でも白目。見ちゃったらさ、ついついやっぱたくさん写真撮っちゃうんですよ、可愛いから。もう可愛くていっぱい写真撮っちゃう。シーフリー、 あペットボトル倒しちゃった。あ、ウニ目開いた、びっくりした。仰向けのままってなってる、ウニが。もう写真が撮りたくて仕方ない、ウニちゃんの。あ、また寝た。そして容量がなくて大丈夫、 iPad は容量たくさんあるか。うん、いや、もう白目になったから大丈夫。怖い、ウニ、すごい怖いですね。はい、200日目、ありがとうございます。皆さん本当毎日見てくれて。200日目なんですけど、ですね、200日連続配信が続いたんですけど、200日目を機にですね、毎日配信は一旦終了したいと思います。配信自体はもうめちゃくちゃ好きで、本当にファンの方も好きですし、いっぱいコメントとかすごい嬉しくて、配信するのもすごい楽しかったし、ショールーム大好きなんですけど、毎日連続配信は一回途切れようかなと思います。うん、そう、そういう感じです。でも全然これからもショールームはしたいなと思うし、そう、全然ショールームを一切やらないってことはないです。そういう感じです。全然配信が嫌いになったとかじゃないし、ショールーム嫌いになったとか、ファンの人が嫌だとか嫌になったとか、そういう感じではないです。本当に大丈夫なので、ぜひぜひこれからもショールームフォロー外さずにフォローしておいてください、お願いします。そういう感じ。ありがとう、みんな優しい、めっちゃ優しい、みんなありがとう、嬉しい。お疲れ様でした、ありがとう。おつまこでした。そう、おつまこありがとう。200日をね、機にまあ一旦毎日配信終わりにしていこうかなって感じです。はい、お疲れ、ギフトありがとうございます。ありがとう、今までありがとう。いや、全然配信はするので、ショールームはするから、ほんとよろしく。200日すごくない？そうだから、ちょうどいい感じで止めようかなと思いました。そう、週3くらい、まあ多分結局週3くらいなんかやりそうだけどね、普通に。うん、ありがとう。なんか明日結局配信するかな、わかんない。でもなんか結局毎日配信しちゃいそうじゃない、普通に。なんか、いや、でもまあおつまこです、そういう感じです。200で1回、はい、そういう感じ。そう、体調がいい時にやれたりやります。そう、体調本当にショールーム大好きだし、みんな優しいから、もうコメント読むのもすごい好きだし、もう楽しいから、そう、なんか他の人は何日超えたよとか、そういうのはいいです。本当になんか、誰は何とかだよ、誰は何百日、も千日とかだよとか、そういう感じのことはなんかどうでもよくて、本当
いや、うつまくは200日だからって感じですそう、まあ、元気な時に配信をするっていう感じです。そう、体調いい時にね、やります千日はそのに、ね、まあ、この人は600日だとか、この人は365日もやってるよとか、そういうことは大丈夫。うん、つまこさん唯一無二になりたいので大丈夫。ありがとう、おつまこ。あ、ウニが、ウニが一緒に乗ってくれました。ウニがなんと自分から乗りました、今椅子に。お、ウニさん、お兄ちゃんが椅子に乗ってくれました。なんか急に急に乗った、嬉しい、ラッキー。ツンデレウニ、やっとね、ここでゲストが駆けつけてくれます。ここでね、さすがにですね、はい、ウニちゃん素晴らしい。ウニも刺した。ウニって天才なんだね。めっちゃ可愛い、天才だね、また天才だね、おうちゃん。かわいいね、毛づくろいしちゃうの、ここで。はあ、あ、なんかいつもそんな感じになっちゃうの、いつもいつも、ウニかわいいね、はあっていつもなっちゃうの本当に私の毎日の生活はこんな感じ。ウニ話は全部聞かせてます。ウニが背中で語る、ウニなんで背中で語ってます今。ウニがめっちゃ毛づくろいしてますそう、急にピュンって乗ってきました。さすがウニ、ウニがおつまこって言いに来てくれました。いや、ウニ唯一ウニ、そう、唯一ウニの唯一ウニになります。そう、つむこさんはウニと唯一ウニになるから、でかい背中だぜ。そう、ウニ最後くらい働く、そうウニさんですよ。最後ではないけどね、別に配信を、うん、まあ楽しく気分で配信したいと思います。まこちゃん毎日見とって幸せだと、いや、わかんない、まあなんだかんだでさ毎日配信しそうな気もするけど、まあ体調悪かったらしないとか、よかったらやる、まあ、やろっかな、やろうみたいな感じで、うん、やっていきたいと思います。あの、ありがとう、また配信するときに教えて。そう、また配信するときはメールとかで告知するし、配信予定入れとくんで、配信するときはよろしくお願いします。そう、まあもともと別に毎日配信ずっとしてたわけじゃなかったし、もう200日続いたっていう時ですね。毎日配信にこだわりすぎて体調崩すのもある、まあ、そういうわけではないけど、まあ他の配信流れないにしないで、他の配信に流れない悲しみますからね。ちゃんと配信見に来てください。ありがとうございます。毛づくろいで忙しいんですね、うんちゃんね、尻尾伸びてます。そう、楽しい企画とかまったりショールームもしたい。そう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 、まあまったり猫とまったりおつまこルームって感じで、大丈夫って感じで配信したいなと思います。そう、なんか今日はショールーム何しようかなみたいな感じでやりたいなって思います。うん、結構さ、実家でとかショールームに何を作るとかそういうのやるのすごい楽しかったし、今までやった感じにまったりと配信したいなと思います。ウニを永遠、そう、ウニさんとね、まったりね、かわいいね、はい、まったりウニ配信、ウニとまったり配信です。そういう感じです。うん、多分夜に配信よりも昼間にやった方が好きかな、多分。あ、降りた。なんだ、気分屋だな、ウニ。もう降りるんですか。
もう降りるんですか。じゃあ降りたと。降りちゃいました兄さん。はい、ちょっといいウニ演じたら終了らしい。これでウニは終了。うん、これからまこちゃん推しの日数覚えないと。よろしく。挨拶は済んだに嫌だって毎日アイドルやろうってきっかけ思い出すの。そうそう、きっかけはなんか話した方あったかな、わかんないけど、でもなんかその時なんか本当ショールームのフォロワー数もすごい少なくて、なんかおつむこ推しの人とか本当あんまいなくて、なんかだからなんかどうしたらいいんだろうと思って、その時に私今まで昔結構毎日配信してたんですよ。だからその時の気持ちを思い出して、なんか昔すごいガチイベとかそういうのやってた時とかに毎日配信しないとイベントだしなんか負けちゃうみたいな、そういうの考えたら毎日絶対配信したいなって思うから、朝学校ある日は朝早く起きて配信したり、で学校帰ってきてから配信したり、毎日そのイベントが終わっても配信するのが楽しかったから毎日お家帰ってきてから配信したりとか、いろいろなんか今日何があったとか話したりとかそういうのをしてたのを思い出して、あ、じゃあ毎日初心に帰って毎日配信しようと思って、その毎日配信をなんか続けようと思って、だからその夜中に思い立ったんですよ。それをなんか何か続けないとなみたいな思って、でそれでもうその日の翌朝にもう毎日配信始めるってして、でちゃんと毎日配信を始めたって感じです。そういう感じです。うん、はい。でさらに初心に戻ってみると、まったり何か配信で企画やったりとかそういうのもしたいと思ったし、そう、まあ今は体調もいい時にやるとか悪い日はやらないでおこうとか、そういう風にしていきたいなと思ってそうした、そういう感じです。そう、なんか毎日配信したら少しはファンの人増えるかなとか思った。そう、それで始めた。最初は。うん。回数減らした分時間が5時間とかに増えましたってさ、そうかもね。そう、毎日数十分と。どっちがいいんでしょうかね、わかんないけど。あ、初見さん50カウントお届けしました、頑張ってください、ありがとうございます。ぜひぜひルームフォローしてってください。星一つ投げるとウニアパもらえるのでぜひフォローお願いします。私1時から始めた。あ、もう1時間半経ってる、もうすぐで経つんだね。1万人いったら終わろうかな。うん、あ、ウニが私のズボン踏んでる、黒いえ、それ乗せたらさ乗ってくれんのかな、ウニちゃん。やっぱり黒いものの上に乗ってる、ウニ部品。ウニを見れてよかった、ありがとう。だるま、ありがとうございます。はい、例えば猫とまったり配信っていうので見に来たのが最初で、おー、めっちゃ懐かしい。そう、なんか昔そう猫とまったりなんかまったり配信するのがすごい好きだったから、そうまったり好きな風にマイペースに配信するのが好き。うん、そう、それでそう毎日配信始めてからもうフォロワー数めちゃくちゃ増えたんですよね。最初多分今何人だ、今何人でしょうか。4000かな、4761人。 あと300なしないぐらいで今年5000人いけるかなって感じでしたね。そう、5000人の目標は あったけど、まあ無理そうなのか分かんない。皆さんルームフォローお願いします。うん、なんかまったり今4700で、前は4000もいかなかったかな、3000いってなかったのかな、前は多分2900人とか
3000人ようやっと行ったかとかぐらいだったかもしれない。前のそうでも 1000ぐらい増えましたね。そうフォロワー数がたくさん増えて、そう3000なかったっけ、なかったよね多分。3000なかった前は。そうだから9期の中でも全然ショールームとか少なかったし、ファンの人少ないのかなみたいな思ってたから、うん、ちゃんと配信してそれでつも更新になりましたとか、ウニアバ使ってくれる人すっごい増えたりだとか、嬉しかったなって感じですね。3000もなかったよね前まで。そうだよね。ハートありがとうございます。うん、から今日配信見に来た方全員ルームフォローお願いします。すごいですね。1700ぐらい増えたのね。うん、ウニエバもこんだけ増えました。ウニエバもねたくさん増えました。ありがとう。こんなねいっぱいゆらゆらしてるよ、嬉しい。みんなウニエバ使ってください。だるまギフトありがとうございます。ありがとう。休憩の中一番ぐらい語彙力高いんですよ。私語彙力高いのかな、わかんない。語彙力は全然わかんないけど、まあ楽しかった。語彙力はちょっとわかんないけど、なんかね面白い感じ自分はなかったから、本当面白いこと言えないみたいな。 MC とか本当に私面白いこと言えないし、なんかでも人見知りしちゃうから人前であんま喋れなかったり、そういう MC であんま喋れないとかそういうのがあったから、なんだショールームで本当の感じを出せたのが良かったなって感じです。うん、こんなねベラベラ喋る人だと思われてなかったっぽいから、だから今かなり自粛期間中にだいぶ喋るようになってるような気がするけど、どうなんだろう、わかんない。公演の MC とか本当に喋れなかったから、まあちょっとマシになったのかなっていう感じです。ショールームが本当のごちそうよ。面白いのか楽しいのか、ありがとう。そこ語彙力は分かんない、ないと思いますけどね。だるま100個ありがとうございます。だるま釣りありがとう。すごい、こんにちは。こんにちは。ぜひぜひね、星一つ投げるとウニヤバがもらえるので使ってください。急にめっちゃ喉乾く。グビって言った。うん、コメントに面白い返しするのすごい。どう、そうかね、嬉しい。面白いって思ってもらえたら嬉しいです。本当に兄ちゃんはゴルゴ力ゴルゴ力すごいからね。字幕配信ついついコメントしたくなる、嬉しい。じゃあぜひねたくさんコメントしてください。みんな懐かしのアイスアバターを使ってくれててありがとう。ところで何アイス食べてますか。今日はパリパリバー食べた。パリパリバーだとかしましまうまんばばー大好きなんですよね。え、去年の8月14日のフォロワー数1780で、そんなに少なかったの。そんなにやばいね、そんな少なかったんだ。初見さんはじめまして、の前ルームフォローしました、よろしくお願いします。ありがとう。ぜひみんなにも広めてルームフォローしてもらってください。3000人増えたんだ。じゃあすごっ。うん、嬉しい。コメント拾い上げる能力の高さ、全面前にトップクラス。そんなに上げて言っていただいてもらえるとは思う方嬉しい。いや、コメントを読むのは、ね、とても楽しいので、みんなのコメントを読んでいきます。うん、フ
フォロー、あざーす、フォローお願いします、ありがとうございます、あざーす。パリパリバー、もうそう、パリパリバー私大好きなんですよね。ブラックサンドアイスが見つからない、最近あんま売ってないんじゃないかな。しましまうまいババも最近売ってないんだけど、もともとパリパリバー好きだったから最高でしたね。でかいパリパリバーって感じ。さわこちゃんかわいい、ありがとう。倍以上増えましたね、すごい。あ、すごい、大橋ちゃん今アバター獲得して着替えました、ありがとう。ウニヤマまで着替えてくれてありがとう。ぜひおつまこ推しになってください、ありがとう。感慨深い、そう感慨深い、まこ、はい、もうすぐ1万、あ、ほんと閲覧数がもうすぐ1万人です、やったね。うん、よかった、まこ。ほんとにこちらアイスの話になった、もうなんかね、そう、ツアークルームはほんと気まぐれに話してるし、あの一つのコメントで話題が変わるぐらいなので、ほんと好きなだけ何でも話しちゃうから、突然アイスの話になったりはします。パリパリバーエゴさんも食べてたね、思った、それ、そう、今日パリパリバーと自撮りしたけど、あ、そうだなと思った。そう、結構チョコ好きだから、そう、あれも好き、チョコまみれも好きだしね。1万人来て、やったー、1万人やったー、1万人来た、ありがとうございます。いつもコメント拾ってくれてありがとう、ありがとう、いつも見に来てくれてコメントしてくれてありがとう、イエーイ。やったー、1万人スクショしなきゃね、おめー、はい、シャンシャインおつまこ、おお、十、まあ、こ、イエー、はい、やったー、シャンシャインおつまこです、ほんと、パチパチ、イエイエイ、イエイエイ、イエイエイ、なんか最近なんか斉藤さんがイエイエイっていうのを LINE で送ってくるんですけど、腹が立つので、嫌です。イエイエイがなんか流行ってるっぽい、イエイエイ音符みたいな。つまこ、梅まこありがとう、スーパーつまこタイムですね。ちょっとスクショしちゃおう今のうちに、ウニヤバがね揃ってるうちにね。ウニさん爆睡してるから連れてこれそうなんだけど、なんかいけそうじゃない、イエイイエイ、あ、起きちゃった。はい、このままね壇上をスクショしますね、ちょっと壇上を呼んでいきます。13位ウニヤバ、12位ウニヤバ、11位ウニヤバ、10位ウニヤバ、9位ウニヤバ、8位ウニヤバ、7位ウニヤバ、6位ウニヤバ、5位ウニヤバ、4位ウニヤバ、3位ウニヤバ、2位ウニヤバ、そして第1位はジュルルルル、じゃん、ウニヤバターン、イエーイイエーイ。ありがとうございます。ではね、撮って出し写真撮りたいので、みんなおつまこってコメントしてください、お願いします。ウニヤバロイヤルストレートフラッシュ達成です、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。みんなすごいね、ありがとう、配信ありまこ、おつまこ、おつまこ、ありがとう。おつうにおつまこ、おつまこコメントお願いします。1位の方コメントしたかな、おつまこ、あったあった、おつまこ、
いい感じに兄ちゃんもこうタオル舐めていいんだよ別に。兄ちゃんいいよ。つまこ、うちゃん、うちゃん、あドアの音がしたら起きた。あ違う、舐めてる。いっぱい取っちゃうよ。おつまこありがとうございまこ。いやみんなたくさんありがとう。じゃあまたじゃあおつまこ、おつまこありがとう。パチパチギフトありがとう。いやたくさんねタワーもねありがとう。ありがとう。何個タワーだったんだろう。1、2、3、3、4個かな、わかんない。なんかね1個だけ反映されてないのがあるから多分4個かな。あれわかんない。1、2、3、4個。ありがとうございます。今日はあれ、え、どうしよう。夜、まあ夜やりたいかったらやります。はい、くまたま4つギフトタワーありがとうございます。ありがとう、うちゃんありがとうね。はいありがとう、よかったね。ありがとうございます。でした。おつまこバイバーイ。おつまこじゃんけん、じゃんけんチョキ、チョキでした。今日はありがとう、ありがとうございまこでした。バイバーイ。ほら現場猫ウニ見て、ウニにそっくりでしょ。ほら似てますよね。感じ、いい勝負、似てるでしょ。うん、ルームフォローしてねバイバーイ。